こんにちは、こんばんは。本日はアニメイトで1万円分購入してきたので、購入品紹介と、あとは開封動画をサクッと撮っていきたいと思います。それでは、早速紹介していきます。呪術廻戦ミニ色紙コレクションを購入してきました。で、2つですね。続いてこちらの、また同じく冬の日バージョンのキャラバッジコレクションを3つほど購入してきました。4つ買った記憶があるんですけど、なんか3つしかないので、3つしか多分購入してないんだと思います。すごいよね。勘違いが激しいんですけど、こちらは3つ購入してきました。冬の日バージョンのトゲくんのビジュアルがすんごい大好きなので、狙っていきたいんですけど、出るかはわかりません。最後がこちらとなります。これも同じく呪術廻戦のラバーストラップコレクションですね。4つ購入してきました。これも後に後で一緒に開封していきたいと思います。ここからは普通に買ってきたものを紹介していきます。まずこちら、トゲくんの豆メイトなんですけど、再販分を予約していたので、そちらを取りに行ってきました。すごい可愛くて、もうずっと待ち望んでたものだったので、めちゃくちゃに嬉しいです。これは1個は保管する用として、もう1個はおたかつとか、まあ持ち歩きに使おうかなと思って2つ購入しました。アクスタとなります。丸いコラボのお出かけバージョンとなっていて、昨日からアニメイトの店頭でも販売されているので、このビジュアル好きな方ね、たくさんいらっしゃると思うので、よかったらアニメイトで見てみてください。こちらのアクスタに関してなんですけど、実は予約分があるので、実質2つになるんですけど、とりあえず1個保管用として、もう1個は鑑賞用なり、おたかつなりで使っていきたいと思います。続いてこちらのお出かけバージョンのトゲくんのトラベルステッカーとなります。トゲくんのグッズがこれで最後となります。こちらもお出かけバージョンのクリアファイルとなります。で、クリアファイルってあまり集めない主義なんですけど、薄いから今後集めていこうかなと思います。なのでね、クリアファイルの保存の仕方とかもよかったら教えてください。グッズはこんな感じで終わりなんですけど、アニメイトでまだ購入してきたものがあって、こちらですね、大好きなアニメイトのスリーブなんですけど、ウェハースカードと、あとポストカードとミニ色紙スリーブを購入してきました。これが残りの購入品で、最後が羅針盤で購入してきたものです。羅針盤こちらを購入しました。エペルくんのラバストですね、550円で3つセットだったので、速攻買いました。羅針盤で購入したものはこれだけなんですけど、こんな感じとなります。ここからは開封動画となりますので、興味のない方は動画を終わらせてください。まずこちらのミニ色紙コレクションから開封していきたいと思います。こちらは全8種の中からランダムとなっています。ラインナップはこんな感じです。もちろん私が狙っているのは5番のトゲくんとなります。まず1個目。せーの。これめちゃくちゃ可愛い。1個目はパンダくんとなります。ありがとうございます。最後開けていきます。よいしょ、いきます。せーの、はい、おー、伏黒くん、伏黒くんが出てくれました。ありがとうございます。色紙コレクションはこんな感じで、パンダくんと伏黒くんが来てくださいました。ありがとうございます。この流れに沿って同じ冬の日バージョンの缶バッジを開封していきたいと思います。これ3つしかないので、トゲくん本当に欲しい。1個目いきます。せーの。はい、パンダ、パンダめっちゃ来るかわいい。でもピエンダ、すごいかわいいんだけど、1個目はパンダちゃんとなります。ありがとうございます。続いて2個目ですね。すんごい開けづらい。いきます。せーの。おー、マキさん、マキちゃんかーい冬の日バージョンみんな可愛いんだけど、2個目がマキちゃんとなります。ありがとうございます。最後、これでトゲくんが出なかったら、しょうがない。せーの。あっ、めっちゃ嬉しいんだけど、トゲくんと2年生図が集まったんだけど、トゲくんが来てくださいました。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。今、本当にびっくりしすぎて、鼻水出た。こんな感じでキャラバッジの方は2年生が来てくださいました。お目当てのトゲくんも来てくれたので、すごく満足です。最後はこちらのラバストを開封していきます。ラインナップはこんな感じです。シークレットが一つあるんですけど、まあ、大体みんなわかるよね。まず1個目。せーの。お五条先生髪型でなんとなく察した五条先生が来てくださいました。ありがとうございます。今回久しぶりに五条先生来た。いつもよく来るのに、1人目の五条先生です。2個目ですね。2個目いきます。いきます。せーの。お、まきちゃんまきちゃん、本日2個目のまきちゃんです。ありがとうございます。3個目いきます。せーの。わあ、藤黒くん、かわいい。やさぐれてる藤黒くんが来てくれました。ありがとうございます。かわいいですね。じとめがかわいい。みんなじとめなのかな、わりかし。続いて最後ですね。最後開けていきます。せーの。お、パンダちゃん、かわいいんだけど。かわいい、ありがとうございます。はい、ランダム品の開封結果はこんな感じとなりました。圧倒的にパンダちゃんが全て出てるんですけど、とりあえずお目当てのトゲくんは出てくれたので、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。